どうも石木ですそれではト o イック進行式問題集の解説いきますね。ボリューム4テストからの解説ですまず英文中で、まあ、今回のやつ英文中で重要なのすんごいたくさんあってっていうかねこの多分僕のボリューム4テスト1とテスト2、まあ、テスト1の解説とかを聞くだけでそのト o イックが出してくるパターンの 8割から9割網羅できるんですよ。それはあの、網羅しきってる僕がすごいっていうことじゃなくて、トイックの手札ってそんくらいしかないんですよね。だから僕がもうここで言う、まあ今から言うように、例えば、アズの向こう側に、あの、地位とか役職が来ますよって言ったら、それを覚えておけば、それが実際出るんですよね。2回に1回は。で、そういうのをバン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 言っていくんで、もうそれを覚えてしまった上で進行式問題集を解いたり、 TOEIC の IP テスト、あるいはトイクの公開テストを受けに行ったりするともう、あのー、彼らが出してくる手札の数っていうのはもう分かってくるんでまあ、絞って勉強できるのかなと思いますねいきます、えー、今言ったように1行目に「アズプレジデントってあるんですけどこれは <laughs>「プレジデントとしてっていう風な役になってねこの日本語訳はあんまり重要じゃなくて大事なのはそのアズの向こう側にアズの次に役職とか地位が来るんですよね だから、172から175のこの例題で言うならば、例えば、ミスター・ガブリエルさんは、まあ、ガブリエルさん、男か女かわかんないけど、このガブリエルさんは、どんな職業ですかとか、誰ですかみたいな感じで、大体、上から2つの、どっちかの問題出てきますよね。172か173。今回は出てきてないけども、まあ大、大体出てきますよね。そしたら、答えは、CEO であったり、プレジデントであったり、 ですよねあるいはエグゼクティブっていう可能性もありますよねパラフレーズされててまあそんな感じですで次に重要なのはまあ e メー a i と手紙のフォーマットなまあメモ,メモ帳もそうなんですけどもえー、っと書き手とえー、レシーバー書き手と何こう受け取る人がいるじゃないですかで最初にディアってありますよねこの前だったらミスノーリングなんですけども文中で出てくるユ o u は一緒ですよ ですよね。何々さん「え?」って言っててさ書いてる人が「あなたは?」って言ってるんだからそれはミス・ノーリングさんと「y う u っていうのは一緒つまりアテナと「u っていうのは同じってことを覚えておくと、えー、英文読解が楽になりますねで実際にこの「u とかミス「ミス・ノーリングさん誰か分かってますか?」っていう問題も問われるんでね172とかそうですよねえっと5行目に「アップトゥ」ってありますよね まあ、アップトゥっていろんな意味あるんですけど、いつアップトゥだったらあなた次第だよって意味なんですけど、それ以外のアップトゥだったらアンティールって意味ですね。何々まで、だからアップトゥディスポイントなんで、今日までってことですね。今日までの業績がすごいですよって言ってるんですよね。で、これはもう最品質なんですけど、2パラグラフ目の3行目にファキリティってありますよね。これはファシリティっていう施設っていう単語と似てるんだけど、意味は全く違って、ファキリティっていうのは教職人っていう日本語訳が聞く単では与えられてるんですけども、 これは teachers, professors, instructors っていうパラフレーズができるようにしといてください。パラフレーズは直接問われないんですけども、ファキ u l テ t y で見た瞬間に teachers, professors, instructors まあ先生人とはそんな感じですかそういうふうに覚えておいてください。そして、えー、っと、3パラグラフ目の2行目ですね。に、ソーザットがありますよね。で、ソーザットは、 そうざっとの S.V. 部分が、えー、ホワイト問なぜ成りないなのかとかっていう部分の答えになる可能性があるんですよね。質問にホワイがあったら、そうざっととか、in order to とか、to 不定詞を根拠に探すんですよね。その部分が理由になっているから、で逆に僕たちがもう小中高等こう、もう何回も習ってきたね、ホワイであれば because で答えるんですよみたいな感じでは、あのトーイックが出てこない、because でその理由をとあの 言及されることはないですね。大抵はうざっとの向こうか、まあ、in order to, to 不定詞の後ら辺に、そのホワイト答えが来ることが多いです。まだまだありますね。えー、っと、これは、2パラグラフ目の5行目の一番最初にマッチってありますよね。で、僕たちマッチって言ったら、その、知ってるのは、例えばこんな感じで、形容詞と一番多いのは副詞なんですけど、形容詞のマッチで、d i g e t m u c h help だったら、これは、 まあ、たくさんヘルプをもらいもらえましたかってことですよね。でも、まあ、福祉のマッチ、Ididn't hurt much、そんなにたくなかったよってことなんですけども、これも、このマッチは福祉ですよね。これは多分、多分っていうか、動詞にかかってるんですよね。で、この形容詞の方は形容詞は名詞しか就職しないから、ヘルプってかかってるんですよね。このヘルプはこれ、あの、名詞ですよ。うん。でも、今回出てきてるのは大名詞ですね。これも覚えていってください。これはパート5で直接問われるんでね。 えそのところにマッチ入んないよって思ってる人いるかもしんないけど全然マッチは、えー、目的語の役割をしますねでこの場合だったら I'm sure you will have much to talk about って言ってるんでまず h ブっていうのが何々を持つっていう第三文型を導く動詞ですよね SVO の形取るんですけどこの場合 O ってどこにあるんだろうってあれ名詞っぽいのないなと思うんですよでもこのマッチが名詞目的語の働きしてるんですよねさらに トゥトーカ b バウトっていうトゥトーカ b バウトのアバウトの向こう側、後ろに目的語が抜けてますよね。つまりこれは形容詞的用法ですよ。形容詞的用法ってことは形容詞的用法なんだから形容詞の働きするから名詞を修飾するんですよ。だから二重の意味でこれはマッチが大名詞だって分かりますよね。名詞だって。まずハブの目的語になってる。あるいはトゥトーカ b バウトの形容詞的用法の後ろのその目的語が抜けてるからトゥトーカ b バウトは形容詞的用法。 形容詞的用法がかかってくる部分は名詞だから、マッチは名詞代名詞ですね。えー、形容詞副詞はみんなわかってるんですよ、この使い方は。代名詞はみんな知らないんで、でもパート5で直接問われるんでね、覚えててください。まだまだあります。えー、プロセデュアっていうのは手順とか、えー、手続きなんですけど、アクションプランのことですね。で、1、2、3、3パラグラフの1、2、3、4、5行目に、 バイオグラフィカルディテイルズってあるんですけど、バイオグラフィカルとか、バイオグラフィーっていうのは略歴とかのことですね。ライフヒストリー、ライフストーリーのことですね。バイオグラフィー。ーで、僕がよく間違えやすいのは、まあ、後で出るんだけど、参考文献とかのね。あるいはバイオロジー。ここら辺の BIO 系は僕よく間違えるんで、僕はよく間違ってたんで、今このサイン覚えたらいいですね。で、BIO っていうのもたまに出ますね、トイックで。これはあの、 バイ,オグラフィバイオグラフィーと同じ略歴って意味です。で、最後に、最後か分かんないけど、まあ、ディレクトリーってあるんで、これは、えー、人名簿、登録名簿、名前がたくさん載ってるやつのがリストとかインデックスとかカタログのことです。で、4パラグラフ目の1行目に、センドってあるんですけども、これは、まあ、あの前半の方のね、パート5の え文法問題で出てきたのは、そのウィルがあってね、ウィルの向こう側、なんで向こう側っていうんですかね、ウィルの次は、助動詞、ごめんなさい、ウィルの次は、動詞の原型しか来ないのに、そこに並んでたのは、セントでしょ、セントでしょ、センズでしょ、センディングでしょ、原型しか来ないから、セントしか来ないんですよね。ただ、セントとセント、どっちが、過去形、どっちが、えっと、現在形か迷ってしまう人いるので、この際に、セントが現在形で、セント、セントが 形、あるいいは PP っててことを覚えてくださいそれと同じくホールドもそうですね僕の場合はホールドが現在形でヘールドが去形ですねこの差を覚えちゃいましょうまあねこれ何で迷うかって言ったら線路って去形っぽいから迷うんですよねだから迷うってことはつまりこれは現在形ですよっていう考え方も可能ですよね説問の方いきますまず172、えー、エクスパティーズあるんですけどこれはすっごい出ますね長文中でも問われるし 専,専門知識ってことですね。スキルとか、プロフィシエンシーだったら、才能とか、そんな感じですね。ここら辺、あの、3つ、あなんて言うんだろう。あのくる、くるっと覚えてください。こう、<laughs> なんていう一括りにして覚えてください。で、他にも、カリーグありますよね。カリーグは、コーアーカーですね。同僚っておなじみですね。これはパラフレされますよ。されますよってか、されてるんじゃないですか、これ。172の A が答えになってるから、本文中では、 本文中では、えー、っとあグループって言ってるんですねリサーチディ,ベロップメディベロップメントグループがあーカリーグにこうパラフレーされてるんですね173ゲットゥーノゲットアコインタントお互い知り合いになるって話ですね1 7 5 1 7 4重要じゃなくて175ですねまず説問にアスクありますよねアスクある場合は注意してほしいんですよその方向性を確認してほしいんですね、えー、能動体であれば その説問の主語がね、頼んでることなんだけども、受動態であるならば、頼まれ事なので、えー、何々してくださいませんかって頼まれてるんですよね。でそういう場合は、本文中では、could you とか would you とか please とか、みたいな形で出てきます。それを記号としてね、探せば簡単に答え見つかりますよね。で、実際にこの場合、175は、what is Miss Nolin ask to provide なんで、 自動体ですよね。つまり、するよと頼まれてるんですよ、ミス・ノーリングさんは。ってことは、英文中では、くじゅか、うじゅうか、プリーズで出てくるんだから、うじゅう、くじゅ探すと、まあ大体、お願い事で最後の方に出てくるんですよね。で、4パラグラフ目の4行目見てみたら、5行目見てみたら、くじ u l d you give him a few biographical details to include? ブラブラブラみたいな感じで、まあ、175の B の答えが導けると。今日はそんな感じですね。 今日の復習音声欲しかったらまあこの URL を踏んで URL 踏んでっていうかここ打ち込んであるいは英語通信講座で探してみてくださいえ留学生と一緒に作ったトイックの,あの無料 ebook も置いてあるんで欲しい場合は持ってってくださいどうもありがとうございました